アリスナインは日本のビジュアル系ロックバンド。2015年から2019年までバンド名を永久に変更し活動していたが、2019年8月24日から再びアリスナインに名義を戻すことを発表した。2004年に元ファティマのナオと元デルタアークの砂はが、元ギブスのショートトラに声をかけ、後にヒロトが加わり、 アリスナインとして結成された。その年の9月から PS カンパニーに所属し、バンド名表記をアリスナインからアリスナインに改める。枠にとらわれない幅広いジャンルの楽曲やファンと共に楽しむことを最大限に考えたライブを行っている。最近ではボーカルのみならず、メンバー全員で歌うなど、新たな挑戦を試みている。 そして2018年5月に行われたライブでは、メンバー全員が楽器を置きマイクを持ち、ついに踊り始めた。活動初期のバンドのコンセプトは和洋折衷であったため、衣装や楽曲にも和を取り入れていたが、DVD シングルナンバー6あたりからはほぼ全面的に洋を意識したスタイルになり、少なからず変化を遂げた。バンド名の由来は、 アリスという言葉が持つポップでシニカルなイメージ、音量道で最大、最強を示す、キューという言葉、そしてこうという漢字の強さから、ポップさとハードさを兼ね備えた柔軟性のあるアプローチができるようにと名付けられる。この名付け親はショーであり、本人いわく日本発信のバンドであることを示すためにも漢字を使いたかったという。また、不思議の国のアリスから取ったのではなく、 長野真由美著の少年アリスという本からインスピレーションを受けたという。しかし、上記のことはスタッフと一緒に後付けで考えたものであり、実際には東京アリスのアリスと当時好きだったアパレルブランドのナンバーナインのナインから名付けたものであると語っている。なお他のメンバーからはアニータさんやロッソなどという候補が上がっていたが、アリスナインが採用された。当初は、 カタカナ漢字で、アリス Q という名前にしていたが、初ライブの登録をしに行った際に、坂本 Q みたいだと指摘されその場で、こうを付け足した。2009年6月以降、アリスナインという表記では、デザイン見せ方が限定され、見せ方の美学を全うできない、洋楽テイストを取り入れているバンドの実情、もともと英語表記のつもりで付けたバンド名。 結成5周年という区切りのタイミングで自分たちを見つめ直すという理由からメディア露出時の表記をアリスナインに統一する。ちなみに、は、画数占いの結果が芳しくなかったため除去。ただし小曰くアリスナイン。でも間違いではなくメンバーの目の届くファンクラブ等は変更しなくてもいいのではないかというほどのラフな感覚とのこと。メンバー全員とも重大前半に。 X-Japan や、ルナシーに衝撃を受け、ビジュアル系に目覚めるきっかけになったと語っている。バンドの兄貴的存在にカグラ、ヤザガゼッテが主に挙げられる。特に、カグラとは、一緒にツアーを回ったり、ミニアルバムの、擬音乗車の鐘が鳴る、花思え無双誌では、カグラのシンがスーパーバイザーとして、楽曲を手掛けるなど、アリスナインの形成に影響を与えている。 クレジットタイトルは2010年のスター・ゲイザーまでは作曲アリスナインとなっている。これは個人が作曲した原曲をもとにメンバー全員で作り込んで完成させているためである。2011年6月リリースのブルーフレーム以降は作曲した本人が載っている。また、正式名称ではないがファンのことは主に9組と呼ばれている。 グッズのデザインなどは主にヒロトが手掛けており、ブログ等でもグッズについて触れている。2014年後から7月、バンド発となるアジアツアーを行った。2014年8月18日21時過ぎに10年間専続契約していた PS カンパニーと8月25日に契約終了に伴い、所属事務所の PS カンパニーから離脱することを正式発表した。 P.S. モービレ等で提供されているアリスナインに関連する全サービスは2014年8月25日に10時をもって終了することも合わせて発表された。2015年3月に A 級として活動を再開し独自のクラウドファンディングを導入し活動することを表明した。6月2章が代表を務める個人事務所ネクストデケードを設立。8月23日に アリス9復活公演として、アリス9イン t h a n n i v e r ー a r y l i リ,ーリバース飛翔マイナスをトヨスピットにて開催、その後国内ツアーも行った。2015年9月28日、公式サイトにてバンド名を AQ に完全変更することを正式に発表。変更の理由は、アリス9の商標を使用することが今後の活動の幅に制限をもたらす。 可能性があることとされた。A 級として初の単独公演は2015年12月25日に六本木 EX シアターにて行われた。2019年8月10日、東京、日比谷野外大音楽堂で行ったワンマンライブにてバンド名をアリスナイン。名義で活動を再開することが発表された。小を配信限定シングル DVD。 シングルオリジナルアルバムミニアルバムベストアルバムメガボルト集ライブビデオその他ありがとうございます